んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、働く母親の迷いを取るです。あなたは自分が働くことに後ろめたさを感じていませんか？子供が寂しがっていないかしら、子供が不良にならないかしら、病気がちだから置いていくのはかわいそう、またはあなたはそもそも仕事に出るのを諦めているかもしれません、夫が反対するからという方も同じで、結局は自分自身が心の奥底で、自分が働きに出ると子供がかわいそうと思っている時に夫が反対するということが生じます。でも本当は働きたいんですよね。実はこういう思いは自分が子供の頃に感じた思いから生じています。自分自身が母親に仕事に行ってほしくないと思っていたために、自分の子供も同じことを思うだろうって思うんです。人はこのように自分の心のフィルターを通して人を見るので、そのように思うことによって実際に自分の思う通りになっていくんですよ。でも本当は仕事に出たいんですよね。それは一つはお金のためですが、そのお金も家族のために使うのですよね。そしてもう一つは自分も社会に出て役に立ちたいんですよね。その思いは正しいです。ですから子供の頃に自分がお母さんに思っていたことを正せば、あなたも仕事がしやすくなりますよ。ではいつものように目を閉じて、自分が6歳の子供だと思って聞いていてくださいね。大人の自分があなたに話しかけます。あなたはお母さんに家にいてもらいたかったのね。いつもそばにいて甘えたかったのよね。それなのにお母さんは家にいないし、仕事から帰ってきても遊んでくれないし、夜も忙しそうに仕事をしていて話を聞いてくれないから寂しかったのね。そして時々病気になってお母さんを引き止めようとしていたよね。それでもそばにいてくれなかった時は、あなたは心の中でこんな親にはならないって誓ったのよね。大人の自分はあなたの気持ちよくわかるよ。寂しかったよね。もっとお母さんとおしゃべりしたかったのよね。でもね、大人の自分は今とても困っているの。大人の自分はもう社会人になって自分の力を社会で試したいし、家族のために働いて家族を豊かにしたいのよ。でもね、私の子供があなたと同じようにお母さん家にいてって言って泣くから、大人の自分は仕事ができないの。あなたのようにしょっちゅう熱が出た、お腹が痛いと言って病気になるから仕事を休まないといけなくなって困っているの。あなたは知らなかったのよね。本当はあなたは放っておかれたのではなくて自由を与えられていたということ。お母さんはあなたの生活を豊かにするために働いていたということ。お母さんはもっと仕事で自分を試したくて働いていたということ。お母さんはあなたのそばにいなくてもあなたのことを愛しているのに変わりはないってこと。あなたは寂しかったかもしれないけど、自分でもっと自分を楽しませることができたよね。もっと本を読むとか、もっと何かを練習するとか、もっと友達と遊ぶとか、自分からどんどん勉強するとか、お母さんだけに頼っていないで、もっと自分で自分を楽しませることができたのよ。そしたら
病気をしてお母さんを引き止めようとすることも必要なくなるから健康になるよね。だから寂しいって言うんじゃなくて、与えられた時間を有意義に使いなさい。そしてお母さんにはしっかりと働いてもらおうね。その方がいいよね。そして自分のために働いてお金を稼いできてくれるお母さんにありがとうって言おうね。そしたら大人の私も誇らしい気持ちで働けるの。あなたもそんな私を見ると誇らしいでしょ。大人の私はあなたが大好きよ。ありがとう。